お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらのラバルメガナイトやっていきたいと思います。その前にですね、今クリスマスのセールが来てますので、よければね、購入する際にこちらね、クリエイターコードラットの方で、ね、よろしくお願いいたします。というわけでですね、はい、こちらやっていくんですけど、まあこれちょっと前の大会でね、使って見事ね、勝利することができたっていう、まあやべえデッキなんですけど、まあ強みとしてはね、ラバ展開して逆サイドめっちゃ来たところをメガナイトで回収とかですかね。まあそれ以外はね、もう面白さ重視みたいなところありますね。さあやっていきまーす。でね、スペルがね、ヤナアメザップなんですけど、ヤナアメザップとかヤナアメ雪玉とかがめちゃくちゃ便利で、ヤナメザップあれば言ったら小物には強いじゃん。コウモリとかさ、ヤリゴブリンとかさ、プリンセスとかにも強くて、あとね、マジックアーチャーとか、あとはマザネクとかもヤナメザップでね、処理できるんですよ。そうだから、三重視を引かなければなんとかなるデッキなんですよ。引きました。はい、でもちょっとね、ちょっとどころじゃないですね、めっちゃ大変ですめっちゃ大変ですけど、一旦踏んで、まあ、逆サイガン虫で、これね、ダクネぐらい行ってもいい気がするんだけど、いやー、なぜならね、三種デッキってね、基本的にね、このきついんですよねインドラとかがはい、励ました。でしかもこれね、三種出してあれもなんか出したんですよね、忘れたけど。だからさ、終わったくね、説ありワパーン GG ゲーミングですね。はい、まあこれはちょっと相手のね、三重視がね、早かったんじゃないですか、出てくるのが。というわけで、ヤナメザップは三重視どう考えてもきついです。はい、ディガーもないんでね、ちょっとこれはラッキーですね。さあ開けてよろしく。でね、やっぱ序盤はね、このラーバルメガナイトっていう形を組めないので、まあなんだろう、相手のデッキに対してちょっと相性いいデッキにね、化けると言いますか、そう、相手によってラバデッキになったり、まあメガナイトデッキになったりね。まあ、さっきこそ、まあ、さっきこそあれっすね。メガナイトバルーンとかしかまあ出してないように、まあ、その相手のデッキに対して良さげなデッキになりきりましょうっていう。僕は3デッキなれるんでね。ラバデッキ、バルーンデッキ、メガナイトデッキ。さあ、まあ、ゴーストアチャクイか。アチャクイ出てくるの早いな。さあ、まあ、メガナイトが回ってないのはちょっと辛いですけどね。いや、マジで。カードサイクルがちょっと。怖めですけど、まあアチャクイメガナイトザップありそうですね、これ。あれ、これ美味しいな。まあ俺がダクネとか出してるからさ、まあ何のデッキか分かんないもんね、相手だったら。さすがの序盤のラム追加は結構でかいんじゃない。エレキとかいんのかな。あ、それ入る、でかいからの、これインドラに対して絶対もう一枚出さないといけないんで、ですよね。これザップってで、ちょっとメガナイトも残し、右もダメージ稼ぎたい。いや、ワンパンこれ多分あれだな、そのダクネインド出して、まあ可能性としてはゴレデッキと、まああとラバデッキとメガナイトの可能性が多分なかったんですよね、今。普通だったらね。だからそれを相手も考えての、まあユニット追加だと思うんですけどまさかの美味しくいただけたっすね、僕からしたら。さあ、まあアチャクイの受けが意外としんどいので、まあラバでも楽して受けちゃおうぜっていう。さあ消えてもらってね、この辺で。なんだろうね、あ、でもアチャクイだったら普通にメガラムのライトか。これやべえ、あのインドラが先行するっていう、マジで絶対やってはいけないことをやった気がするんだけど、まあなんとかなりそう。なんならこのラムライダーめっちゃ美味しくね。メガラムのテンプレっすね、最近の。で、対空がしかも、アチャクイとあれしかないやつですね。ラムしか。なんでも、アチャクイとラムさえたら、もう、バルンポーンで、僕、ちょっとこれ、221折れないかもしれないんで、しっかりね。これザップで回してのダックプリっすね。怖い怖い怖い。ちょっと怖い。これ、しっかりメガナイトのコスト貯めた方がいいっすね。あー、オッケー。あれ、ヤナメとザップあれば落ちそうだもんな。ヤナメで落ちるんだね。じゃあもうバルーンくっつけて、さあグッドゲームじゃないでしょうか。いやマジで最近のデッキね、対空アチャクイしかないとかもう当たり前なんでね。アチャクイだけで戦おうぜが、まあ、ここ最近のクラロアなんで。まあ、よりバルーンが強いんですよね、ここ最近。
やバルーン環境ならね結構間違いないんですよね。さあ来ました、よろしく。いやマジでね、ここ最近本当に気づいたというか、結構ガチでマジバルーンがね壊れてる。なんかよく言ってる、多分僕動画でねよく言ってるんですけど、本当バルーンがあればなんとかなっちゃうんですよね、最終的な攻めの部分とかで。そうだからこの周り多分何でもいいんですよね、この今回ラバルーメガナイトですけど、うん、ガチで何でも多分成り立つ説があって、もうバルーンいればね。なんだろうな、なんでだろう、鬼強い。最近俺の中でバルーンが来てますね。よいしょ、あーなるほどね、そういうおしゃれな感じのね。さあ今回相手はメガナイトオールブレイカーじゃねえな、普通に高回転オールブレイカーですね今んとこ。まあラブ展開しようか、まあ、やりゴブやれて美味しいで、オールブレイカー固めてきたらザップで、セパだったら無視ですね。はい、やっぱもうラバル組んじゃえばだってこれで勝ちじゃないですか。来るねこれ。俺の手札がこうなってるからちょっとあれだけど、でマジやっちゃだったな、マジやっちゃやりゴブちょっとレアっすよね。あれそれボムに行っちゃう、でもこれで普通なんもないっすよね。ああ取れねえ、それね、するものの、あと、やりゴブぐらいか。はい。俺も終わりましたね。まあ対空が、相手、マジアチャと、やりゴブ取るねしかないので、まあ、これも諦めですね。ね、俺がもうね、マジカチャにヤナメザップ打てばとか、なんかこう、やりゴブザップ打てば、マジ対空ないんでね。なんか、悲しみのホレイが飛んできたっすね。まあ、なんかやっぱデッキバーがあるんすかね、このまあラバルにもですし、まあバルーンのこの一発の持っていくのがね個人的にちょっと強すぎると思ってますね。やっぱこうなんだろうな、他の攻めカードとかもありますけど、いろいろ例えばなんだホグとか、ホグとかってやっぱ無視しても一発入らないですし、一発でねタワー折れないですし、まあなんかねコツコツやっていくデッキじゃないですか。まあバレルとかもですよね。であとはジャイ、まあジャイゴブジャイはまあ無視したら入るけど、なんだろうな、破壊力が違うっすよね。バルーンのあの一発の重みと言いますか。今回言ったらペッカラム、じゃあペッカ工場のタルババ、珍しいっすね。まあ、ペッカないかもしれないっすね。神器タルババみたいなデッキで低めマザネック、エレキが来ます。まあ、エレキだったらいいな。マズネックだったらヤナアメザップで飛びますし。まあ、一旦バルーンつけても、相手何もできないみたいなね。あ、エレキですね。まあ、エレキファイブ、エレキポイズンで守ってくるか、許容してくるかって感じかな。エレスビだからな、ちょっとね、わかんないっすね、それ。一発、これしかも、エレキがね、バルーンの爆発で散るんすよね。いや、でかくね？はい、倒れる。ね、やばいっすね、なんか。こう見ると、ラバルのこのデッキパワーと言いますか。まあ、ラバーとかだって無視してもタワー折れないんですよ、ガチで、あれ。わかんない。パピーを対応どれぐらいするかにもよるかもしれないんですけど。いや、なんかマジ、バルーンのこの一発だな、ちょっと最近強すぎるんじゃねえかっていう思いが出てきます。さあ、僕はサラチプレイヤーなので、もう全タワー捨てます。まあ、捨てるというか許容ですね。で、最終的に 2-2 で折り合って、最後タワー残ってるのは俺だよねっていうやつですね。いや、このまあ許容というか、サラチにする、まあ判断、まあ無視してるだけなんですけどね。よし、エレキとか出したいですからね。この間にもうちょっかいかけてあげてね。まあエレキを処理できないのが俺はきついですね。まあでも一旦折ってもらって。いや、なんならさ、守れそうだな。ゴルナイ来た。やっぱそうっすね。ペッカとか入ってないね。ちょっと違う感じのデッキっすね。まあ僕のこの負け筋は、マジキング行かれることぐらいなんですけど、まあ心配しなくてもいけるっていう。なんかサンクラ多いな。いや、こんなサンクラ取れるデッキなのか。まあデッキ的にそうか。まあなんかグラロアってね、こう 1-0 で勝つデッキもあればさ、やっぱこうね、最終的にダメージ与えてる方というか、まあタワー折った本数が多い方の勝ちなんでね。まあ、あとはキング取った方が勝ちなんだよね。まあガン無視してキング行くっていうのもまあ、まあ、戦術の一つではあるものの、僕はちゃんと多少は守りますからね。すべてを捨てるわけではないですからね。勝つためのプレイの一つで捨てるであって、守るときはやっぱ守るんでね。こういうデッキでも。絶対 100-0 で捨てるわけではないんでね。
捨てた方がいいなっていう判断した時だけ捨てます。さあちょっとめんどくさいですね。これインドラがあれば扱ったんだけどな、インドないんだね。これガムシするとさちょっと怖いんだよね俺の場合は。この後キングにプレッシャー与えられてみたいな。一旦ヤナム打って、いやいいよ。いやダクネ残れば熱かったな。てかラバにゴルナエも珍しいですね。これダクプリンだけいったら熱かったんだけどな。そう、これまあファイボー多分打たれるっすね。まあヤナムザップの可能性もあんのかな、どうなんだろう。ああガゴ回すのか、一発欲しいけど入らないと。いやー1800かちょっと渋くなってきたな。バルーンが入りすぎたな。まあでもこれはこっち行ってインドあるんでね、バルーン単体来ねえかな。まあさすがに、おお来た、よろしくね。これフリーズぐらいされない限りは守れる。いやいらない判断、あーいらない判断ダメでしたね。絶対今もったいない、打ってきゃですけど、まあ500あるからな。キングいっちゃいましょう。キング折らなきゃ負けるっすね、なんなら。これメガゴやりたいな俺。で右にガゴが来る。おい怖え、マジで 2-1 で全然あるからな。なんならバカも入れたくない。いやバカは入るんね。でもこれさ相手ファイバーあるかな、お願いないこと祈りてんだけど、ファイバーあったら終わりです。マジもう飛んできて終わりです。いやなさそうなんだよな、ちょっと。これマジバルーンの爆破で終わるんだけど、さあよろしく。まあちょっと僕がね普通にラバルめっちゃ好きっていうのもあるんで、なんだろうな、このまあメガナイトになろうが多分何になろうが、まあ、ある程度戦えるわけですよ。なんかちょっといろいろやってみたいな。やべえ、ムート出てたの見えなかったの。なんかラバルな、覚えちまえばね、マジチンパンっすからね。おもろいし。さあ。おー、マザネクだ。久しぶりに見たっすね。まあ、こういうのはね、一旦考えないんすよ。まあ、ヤナムザップでマザネク飛ぶんですけど、そんなん考えなくていいんすよ、一旦。で、この後、遅れたのヤナム打つか、ザップ打っとけばね、なんとかなるもんなんで。さあ、ヤナム打って、マザネクこれでさよならです。まあ、ザップ打ってもいいんですけど、まあ、打たなくてもね、っていう。いやー、打っとけばもう一発入ったかな、っていう。いや、マジで、チンパンなのさね。いかにうまくチンパンできるかみたいなね。まじ本当にラバル組んだだけなんですけど。なんかね、まあ、スペル打ちたくなるのもわかるんですけど、スペル無理に打たずにもう、ユニットつけまくるのがやっぱ強いっすよね。まあ、デッキにもよるし、対戦相手のね、こう、なんか動きとかにもよるとは思うんですけど。さあ、あれね、隠し持ってるメガナイトが、大活躍します。いやーまあ、そりゃそうですよね。この相手のセマはね、うまいっすよね。普通にね、考えれば。まあでもね、僕のデッキからしたら、ダメなんですよね。美味しくなっちゃうから。さあ、ここ相手はね、対空、エレキか、あとは。まあ、エレキあるなら、ここは一旦バルーン行ってもエレキ来るんで、まあ、ワンチャン逆サイのバルーンあるっすね。まあでも、結局ファイボットエレキで守られちゃうと思うんで、まあここでしっかり、ケツラバからね、行ってもバルーンつけちまえば。このエレキ無料っすよ、なんなら入ってくれば。しかも、いや、これ美味しいな。でもラバ止まっちゃうんだな。まあいいや。なんなら、これ全てが止まって、あ、これ、来ました。はい。まああれ、やってもいいんですけどね。ちゃっちゃ、やざで。まあやんなくてもいいっていう、別に。おー、勝手に散っちゃった。いや、でかい。下からの行くか。まあメガネとかも行く必要ないんですけど、とどめのね。とどめです。ああ、これ相手も絶望です。いや、もう絶対守れないですから、こんなん。でもこんなん守れたらもう人間じゃない。さあ、ラバ行って、もうマズネグ来たら即ヤザですね。
って相手はもうね、守る希望がね精神的にいかれますよねっていう。いやこれな、なんかネタデッキなんだけどマジで普通に強いんだよな。しかもなんか対戦相手によってさ、状況によって中身もいじれるじゃん。別にダクネじゃなくてもいいしさ、ぶっちゃけ何でもいいわけですから、ガチで強い説あるんだよな。はい、というわけで今日はね、ラバルメガナイトやったんですけど、まあ多分中身ほんと何でもね、バルーン入ってればある程度完成するんですよ。LJ メガナイトバルーンとかでも多分なんとかなりますし、だし、マジここ俺の中で最近バルーンがぶっ壊れてると思うんでね。なんかマルチの上位の使用率がもう、なんかやっぱ環境強いロイフグとか、まあなんか多いんですけど、そんな中で結局バルーンがやっぱ多いんですよね。だから個人的にはマジでなんかバルーン使いどくじゃねって最近思ってます。皆さんもぜひなんでバルーン使ってみてください。このデッキもね、気になった方いましたら使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価の方もね、よろしくお願いします。では、大塚ちゃんでした。またね。